家計92,000円いきます。さあウィーラーアプリやっていきます。今回、選手枠の方が200に拡張しましたということで、いい機会なので、まあ以前からねコメントであったボックス紹介の方を、まあ、していきたらなと思います。ただ全部を紹介するとちょっと時間かかっちゃうので、今現在所持している全黒玉選手の方を、まあ、ご紹介できたらなと思います。それではキエディーンの方からねご紹介していきます。順番の方は総合値順になってますので、低い数値のものからご紹介をしていきたいなと思います。センターバック、身長187cm 左利きで、コストの方が29、センターバック左サイドバックですね。で能力の方も、85以上の数値を、まあ、ご紹介していきます。はい、ディフェンスセンス85、ボールダッシュ87、ボディバランス87で、スキルの方がこちらになってます。まあ、センターバックは結構いるのでね、全然使えてない状態です。で言い忘れましたが、レベルの方はもちろん1です。続いてコシェルニ、センターバックです。186cm 右利き、コストの方が29、レベルは1です。でセンターバックですね、ボールダッシュ86、このぐらいですね。でスキルの方ヘッダーはマンマークのみとなります。続いて、マテュイディ総合値77で、178cm 左利き、コストの方が29、レベルは1です。ボランチセンターミッドの選手ですね、スタミナ90くらいかな、そのぐらいですね。スキルの方はこちらになります。続いてフワンマタ総合値77で、170cm 左利き、コスト29、レベルは1です。はい、ポジション幅広くできますね。でレベル1なんですけど、この状態で85以上は特にありません。スキルの方はこのようになってます。ジョルディアルバ総合値78、170cm 左利き、コスト32、レベルは1です。まあ、マルセロがいるので使ってないって感じです。左サイドバックで、まあ、左サイドハーフ、はい、スピード瞬発力、まあ、86と88ですね、速い。でスキルの方は軸裏ターン、左サイドパイエ、総合値78、身長 175cm、 右利き、コスト29、レベルは1です。はい、中盤からウイングができます。プレースキック87、カーブ85、このぐらいですね。ちょっとこの辺伸びが楽しみなので、フリーキック検証もしていけたらなと思います。もしかしたらかなりすごいかもしれません。はい、スキルの方めちゃくちゃありますね。こんな感じです。続いてセカンドトップルーニー、総合値78、身長176、右引き、コスト29で、レベルはちょっと使って2になりましたね。中盤から上はほぼほぼできます。はい、全体的に高いんですが、85以上はありません。スキルの方結構あります。続いてゴールキーパーブラボ、総合値79、184cm、 右利き、コスト29、レベルは使ってないので1です。ディフェンスセンス90、クリアリング90、コラプシング90、スキルはロングスロー。はい、最近レギュラー化してるマスケラーノです。ボランチの選手で、総合値79、身長174cm、 右利き、コスト29、レベルの方はまだ8ですね。ただこれは伸びしろがめちゃくちゃあります。まあ、ボランチ、センターミッド、センターバックもできますね。はい、ディフェンスセンス87、ボールダッシュ93、ボディバランス86、スタミナ92、スキルの方はマンマーク、闘争心。続いてマルキージョ、センターミッドの選手です。身長 180cm、 右引き、コスト32、レベルは使ってないので1です。はい、中盤からセカンドトップ、フォワードもちょっと薄くついてます。85以上はスタミナですね、86で、スキルめちゃくちゃ多いな、めちゃくちゃ多いな。こんな感じです。ゴールキーパーロリス、身長 188cm、 左利き、コストの方が32、レベルは1です。ボディバランス85、ゴールキーパーセンス89、キャッチング88、コラプシング92、ディフレクティング91、はい、強いですね。スキルの方は低弾道バンドキック、キャプテンシー。はい、こちらもゴールキーパーケイロル・ナバス、総合値80です。身長 184cm、 右引き、コスト29、少し使ってレベルは8です。はい、ジャンプ86、ゴールキーパーセンス89、キャッチング85、コラプシング89、ディフレクティングが90。はい、ロングスローついてます。センターバックゴンサーロ・ロドリゲス、はい、総合値の方が80、身長 182cm、 右引き、コスト29、レベルは11でしたね今。ディフェンスセンス85、このぐらいですね。スキルの方はセンターバックにしてはちょっと多いです。
続いてもセンターバックジェラール・ピケ、総合値80、身長193センチ、右引き、コスト35、レベルは少し使って7。センターバック、あとボランチも薄くできますね。ヘディング85、ディフェンスセンス86、ボールダッシュ86、ボディバランス87、スキル、ヘッダー、バックスピン、ロブ、マンマーク。左サイドバック、フィリペです。身長188センチ、左利き、コスト29、レベル13。で、この選手は、まあ、以前、覚醒の方をしてますので、35まで上がります。左サイドバックで188センチはかなり高い方だと思います。スタミナ85。このぐらいか。スキル、シザース、マンマーク、闘争心。この辺惜しいんだよ。身長高いんだけど、ジャンプとか64で、ボディバランス73とかだから、もうちょっと空中戦強かったら、かなりいい左サイドバックにはなると思います。続いて、右ウィングです。ムハンマド・サラー、175センチ左引き、コスト29、レベル14。はい、センターフォワード除いて、まあ、セカンドトップもできる。トップ下、左サイド、右サイドもできますね。スピード瞬発力、ここが高いです。90、91、まあ、スピードスターですね。スキルはこんな感じです。はい、セカンドトップグリーズマン、総合値80、身長176センチ左利き、コストの方が35、レベル1です。全然使えてないんですよね。で、ポジションの方こんな感じになってます。はい、85は今現在ありません。スキルこんな感じ、結構多いね。さあ、グリーズマンの次は誰なんでしょうか。おっと、長友選手はこちらを見ています。 No。 あ、マテュイディもう1体いましたね。これ覚醒してよかったかな。スタミナ93、レベルが14です。今度覚醒させておきます。続いて、右サイドウィリアム、174センチ右引き、コスト35、レベルは1です。はい、ポジションこんな感じ。瞬発力が87くらいですかね。はい、スキルの方かなりあります。トップ下、ハメス・ロドリゲス、総合値81、身長180センチ左利き、コスト32、レベルは6です。はい、ポジションめちゃくちゃいいとこついてますね。85以上がないんだね。フライパスが84なんで、まあ、レベル上げていけばなると思います。スキルの方やばい、めちゃくちゃ持ってます。続いてセンターミッド、ピャニッチ、総合値83、身長180センチ右引き、コスト29、レベル21。はい、ポジションです。で、この辺はすごいな。ボールコントロール87、グランダーパス88、フライパス87、プレースキック91、司令塔だな。はい、スキルもかなり持ってます。無回転持ってるのはでかい。はい、センターバック、ペペですね。総合値84で、この辺から能力の方かなり上がってきます。身長188センチ右足、コストの方32、レベル25、上限の方はアップしてます。はい、センターバック、一応右サイドもできるらしいですね。あとボランチいいですね。はい、ディフェンスセンス89、ボールダッシュ89、ボディバランス88、ジャンプ86、スタミナ85、スキル、マンマーク、キャプテンシー、闘争心。続いてセンターミッド、モドリッチ、身長174センチ右足、コスト35のレベル18です。はい、中盤ですね。ほとんど中盤できます。はい、ボールコントロール、90、ドリブル85、グランダーパス85。はい、このぐらいですね。スキルの方がこんな感じです。レフトウィング、ドーグラス・コスタ、身長172センチ左利き、コスト32、レベル21、ポジションこちらになります。で、ボールコントロール87、ドリブル91、スピード88、瞬発力90、スキル結構多いな。センターバック、ジョアン・ミランダ、身長186センチ右引き、コスト32、レベル27で、センターバックのみ。はい、ヘディング87、ディフェンスセンス92、ボールダッシュ89、ボディバランス86、スキル、ヘッダー、マンマーク、キャプテンシー。続いてもセンターバック、ボヌッチです。身長190センチ右足、コスト29、レベルは30、フライパス86、ディフェンスセンス86、ボールダッシュ86、ジャンプ86。すごいな、86だらけだ。スキルはこんな感じになってます。
ヒールトリックでは持ってるからです。センターフォワードオバメヤンですね、総合値85です。身長187、右利き、コストの方が29、レベルはマックス30まで上げてます。はい。でオフェンスセンスが85、決定力88、やばいね。スピード97、瞬発力96。はい、スキルこんな感じです。ゴールキーパーチェフ、身長196センチ、左利き、コスト32で、レベルはマックス30、ボディバランス85、ゴールキーパーセンス96、キャッチング95、クリアリング88、コラプシング96、ディフレクティング94。スキルいいね。低弾のパントキック、ロングスロー、キャプテンシー。センターバックゴディン、身長186センチ、右利き、コスト35、レベルの方は23、はい、ヘディング92、ディフェンスセンス93、ボールダッシュ、89、ボディバランス86、スキルヘッダーマンマーク闘争心ついてます。ちょっと待って、先をちょっと見せちゃうとめちゃいるんだけど、まだまだマルセロから行こう。左サイドバックマルセロ、身長174センチ、左利き、コスト32、レベルの方は35、1人ね上げてます。一応右の方も行けたり、トップ下センターミットも薄くできそうですね。ただマルセーロ、ちょっと待って、マルセーロ嘘、え、意外すぎる、マジか。スキルはすごい持ってますね。続いてアザール、身長173センチ、右利き、コスト35、レベル25、まあ、左サイドハーフなんだけど中盤から上はほぼできます。オフェンスセンス86、ボールコントロール90、ドリブル91、スピード88、瞬発力91、やばいな。スキルも結構持ってます。はい、来ました、センターフォワードカバーニ。昨日ねネイマールとの、まあ、フリーキック対決みたいな感じ動画出しましたけど、能力のもちゃんと見ていきましょう。身長184センチ、右引き、コスト32、レベル30、はい、ウィングもできます。決定力85、ヘディングの方が90です。キック力86、ジャンプ89、スタミナ92、かなり持ってますね。いいね。来ました、ゴールキーパーブッフォン、身長192センチ、右引き、コスト38、ゴールキーパーセンス97、キャッチング89、クリアリング95、コラプシング93、リフレクティング97。スキルこんな感じ、バケモンですね。さあ、今育ててるイニエスタ、センターミッドの選手です。身長171センチ、右引き、コスト41、レベル26、もうちょいで30だね。はい、ポジションこんな感じです。ボールコントロール96、ドリブル93、グランダーパス96、フライパス87。スキルの方こんな感じになってます。来た、司令塔センターミッド、トニクロース。身長182センチ、右引き、コスト38、レベルマックス30です。はい、見てください、ポジションもゲームメーカー感が出てます。ボールコントロール89、ドリブル85、グランダーパス93、フライパス89、プレースキック85、カーブ88、キック力87。スキルになります。すげえすげえわ。トップ下デブライネ、身長181センチ、右引き、コスト38、レベル30。はい、こんな感じ。能力ボールコントロール87、ドリブル87、グランダーパス88、フライパス90、キック力85、スタミナ85、やばいなこれ。コントロールカーブ、バックスピンロブ、いいね、ピンポイントクロスもついてる、素晴らしい。紹介結構疲れてきたよ。センターフォワードイグアインに行きましょう。身長184センチ、まあ、この辺まあ分かるでしょう、もうレベル27、コストとかいいか。センターフォワードね、はい、オフェンスセンスの方が89、ボールコントロール86、すげえな、決定力93、キック力90。スキルこんな感じです。来ちゃったよ、セルヒオ・ラモス、総合値90、すごいな。183センチ、右引き、レベル30ね。一応右サイドもできます。ヘディング92、ディフェンスセンス85、ボールダッシュ93、ジャンプ95、スタミナ85。スキルの方こんな感じです。
センターミッド、ポグバ、身長191センチ、右利きです。で、レベルの方は40。この選手は2体、ぶち込んでます。はい、見てください。すげえな。ボールコントロール94、ドリブル88、グランダーパス85、フライパス85。キック力87、ボディバランス87、ジャンプ86、スタミナ89。スキルもうじゃうじゃんな、本当に。さあ来ました、センターフォワードイブラヒモビーチ。身長195センチ、右足、レベル35、セカンドトップ、トップ下までできてしまいます。オフェンスセンス90、ボールコントロール93、ドリブル85、グランダーパス86、決定力90、キック力96、ボディバランス96。これでスピードあったらやばいぞ。はい、スキルこんな感じです。笑える。はい、残すとこ4人です。いきましょう。左ウィング、ネイマール、総合値92、身長174センチ、右利き、コスト44、レベル35。すげえぞー。オフェンスセンス90、ボールコントロール96、ドリブル98、決定力88、カーブ87、スピード90、瞬発力93、スキルえぐいね、やばい。センターバック最強、チアゴシューバ、身長183センチ、右利き、コスト50、やばいね。レベル34、あと1でマックス。ヘディング85、ディフェンスセンス98、ボールダッシュ91、ボディバランス89、ジャンプ95、スキルヘッダーマンマーク、キャプテンシー。はい、来ました。左ウィング、クリスティアーノ・ロナウド、身長185センチ、利き足右で、コスト53、レベルの方は35。いやー、いいね、すげえ、いいな、ほんと。オフェンスセンス95、ボールコントロール87、ドリブル87、決定力93、カーブ86、ヘディング91、キック力98、スピード91、瞬発力91、ボディバランス88、ジャンプ98、スタミナ89。すごくね、マジでやばいわ。はい、ラストです。右ウィング、メッシー、総合値96、身長170センチ、左利きで、コスト56で、レベルの方は37です。中途半端に、まあ、2上げました。で、トップ下、セカンドトップ、まあ、右ウィングと、まあ、濃いですね。あと、まあ、左サイド、右サイド、センターフォワードも薄くなってます。さあラストいきましょう。オフェンスセンス94、ボールコントロール97、ドリブル97、グランダーパス89、決定力95、プレースキック92、カーブ91、スピード92、瞬発力98。はい、スキルです。これに無回転ついたらやばいんだよな、本当に。ということで、黒田場選手すべてで44人です。紹介マジ疲れたわ。まあ、コメントの方で黒田場選手、紹介してほしいっていうコメントもありましたし、まあ保有数の方が、まあ、200にしたので、まあ、いいタイミングだと思ったので、今回ご紹介させていただきました。で、明日になったらまたね、新しいイベントの方来ると思いますんで、楽しみに待ってましょう。まあ、ということで、他にも何か見たいものとかありましたら、コメントの方で書いてってください。いやー、疲れるね、ここまで紹介すると。もう今度から総合値85以上とかにしようかな。もうすべて見たい人は、過去のボックス紹介見てっていう感じするので、今度からすべてはちょっとね、能力までは今回で最初で最後かもしれません。最後まで見ていただきありがとうございました。ということで、また次回の動画でお会いいたしましょう。さよなら。